パウンドを塗ります。コンパウンド用クロスでゴシゴシと。さらに長谷川セラミックコンパウンド、布を変えて磨き上げていきます。スカイラインテールの塗装、クリアレッドをたっぷりと塗りつけます。はみ出た部分は綿棒で拭き取ります。エナメルのホワイト、五連装バナナテールに塗っていきます。ウインカーはクリアオレンジで。ナマズ、金属感を出すためにメッキパーツの上からシルバーを塗ります。部分的にメッキの光沢を残しつつ艶を消します。バックミラーもシルバー塗装、キャブ、マスキングしたフェンダー部分をシルバーで塗装します。テープからはみ出た部分、爪楊枝でこそぎ取ります。エナメルシンナーはこういうところが楽ですね。フロントサイドガラスにスモークを貼ります。タミヤアクリルのクリアブルーを薄く拭きます。取り出したのはガラスマジックリン、綿棒の先端にちょっとマジックリンをつけます。ガラススモーク上の部分をマジックリンで拭き取ります。アクリル系塗料はマジックリンで拭き取ることができます。スモークのグラデーションをこちらで再現していきます。マーカー透明クリア、ボンド G クリアをつけてキット付属のメタルシールに貼り込んでいきます。ボディに直接貼り付けてしまうと透明パーツに下地の黒が浮き出てしまいます。メタルシールのシルバー地を下地につけることで反射するマーカーランプを再現します。グリーンのマーカーランプも同様に貼り付けていきます。乾いたらハサミで個別にカット。デカールを貼ります。常磐無宿街道バクト、切り出したスライドマークを水に浸します。配給パーツデカールフィクサーを使用します。こちらはデカールの軟化剤が入っていません。本作のデコトラのように曲面追従する必要がない場合はこちらの方がより良いのではないかなと思いました。スルッとずれて柔らかくならないのでとても貼りやすかったです。綿棒でちょっといじるだけで貼りたい場所にスッと動いてくれます。サイドバンパー、男の生き方教えます。海峡同宿、
グリオン V8 マーク、メーター、そしてケツブタ、怒涛のステッカー。この大きなデカールもデカールフィクサーを使うと全く怖くないですね。マーカーランプもあります。メタルシールの糊面がそのまま使えるため、マーカーランプをシールのように貼り付けることができます。グリーンのマーカーランプも同様に切り出してペタペタと貼っていきます。デカ箱にもグリーンのマーカーランプを貼ります。ナマズを切り出してフロントバンパーサイド部分に貼ります。接着剤は G クリアを使用。多少ずれたりはみ出したりしても塗装面を犯さないため、エナメルシンナーでごまかせます。デコトラプラモには必須ですね。キャブのリアガラスを接着、ガイアのクリアカラー、ラッカーのグリーン、メタルシールの余りをペタペタと塗ります。ダイソー600円直線カッターで切り取り、さらにハサミで切ります。サイドバンパーのマーカーランプにします。サイドバンパーのマーカーランプは埋め込み式のため、塗装でやろうかなと思ったんですけども、こっちの方がよりお手軽に雰囲気が出るかなと思いました。マーカーランプをやった時の着想です。ガラスを組み込み、運転席サイド目隠しガラスを組み込みます。ダッシュボードの取り付け、シート、コックピットの取り付け、グリルにライトを取り付けます。ライトの裏側から反射するように余りのメタルシールを貼り付けます。こうすることで簡単にライト感が出ますね。組み上がったグリルを G クリアで貼り付けます。はみ出たところはエナメルシンナーでコシコシと。スカイラインテール、
ブ球界のデカール。しばらぎブギのデカール。キデカール。フロントバンパーの取り付け。リア、ナンバープレートステイ。サイドバンパーの取り付け。リアフェンダー位置を調整します。ん？あれ？サイドバンパーとフェンダーが干渉しますね。ここで気づきました。ちょっとずれてくっつけちゃってました。測ってみると約5ミリずれてます。バランス調整やってたつもりなんですが、ここで間違いに気づきました。このままだと収まらないので修正します。で、その修正のやり方はフレームの延長です。メインフレームと荷台用フレームをまず分割します。メインフレームをニッパーでバチンと。プラ角材の芯材を接着。延長する長さを揃えて流し込み接着剤を塗布。その後プラ板パテで修正します。再度組み直します。大丈夫そうですね。ケツブタを取り付けて。ミラーステーの取り付け。完成です。海峡道塾2代目だと。いや、いかついですね。男の生き方教えます。このあんどんに込められたメッセージ。初めて作ったデコトラプラモも海峡道塾でした。並べてみます。怒涛、そして白道丸の揃い踏み。これがやりたかったんです。若気の至りで貼りまくってしまった越前屋ホビーチャンネルのステッカー、ご容赦ください。本棚に2台並んだ姿が楽しみで仕方ありません。最近 Google の方からですね、メンバーシップやってみたらどうだいというお誘いが来ています。有料サービスなんかできることあるかなと思ったんですけども、例えばライブ配信と Zoom を連動させてオンラインプラモ会なんてことができたら面白いかななんても考えています。まだ構想段階ですので、こちらももしご意見あれば教えてください。
次のデコトラは突撃一番星を予定しています。